こんにちは、スイラボです。今回は先日購入したサームーン V1 Pro とクリアリティクラウドを使ったネットワーク経由での 3D プリント方法を紹介します。それではネットワーク経由で印刷する流れを実際にやってみたいと思います。今回印刷するのはこちらのベンチー、よく見る船ですね。使うスライサーは何でもいいんですけれども、今回はサームーン V1 Pro の SD カード内に入っていたクリアリティスライサー 4.8.2 を使っています。せっかくなので今回は TPU 素材で印刷してみようと思います。こちらの素材選択から汎用の TPU95A を選択しています。印刷設定についてはもともと入っているスタンダードクオリティというプロファイルを使用しています。特に設定値は変えていません。こちらの設定でスライスをしてファイルをパソコン内に保存しておきます。今回はこちらの名前で G コードファイルを保存します。 G コードファイルを保存したら、続いてブラウザを開きます。ブラウザでクリアリティクラウドのウェブサイトへ移動し、ログインをしてください。そして右上にあるアイコンをクリックして、こちらの画面に移動をします。ここにはいろいろなメニューがあるんですけれども、シンギバースみたいに 3D モデルを公開したり、クラウド上で 3D データをスライスするみたいなこともできるようになっています。ただ、クラウドスライスはちょっと使いにくいので、今回はスライサーでスライスした G コードファイルを使って印刷をしていきます。こちらの Slices というタブに移動し、 Upload Slices ボタンをクリックします。そして G コードファイルズボタンをクリックして、先ほどスライスした G コードファイルを選択します。続いてこちらの Upload ボタンをクリックします。すると元の画面に戻るので、こちらの My Uploads をクリックします。すると、ここに先ほどアップロードした G コードファイルがあるので、こちらのプリントをクリックすると、はい、This feature is in development, so stay tuned っていうことで、この機能は開発中だからもう少し待ってねと言われます。ということで、パソコン経由でサームーン V1 Pro を使って印刷することはできません。以上です。ということで、現状ではパソコンから印刷するっていうことはできないみたいなんですけれども、ここからはクリアリティクラウドのスマホアプリを使って印刷をしてみたいと思います。こちらがクリアリティクラウドのスマートフォンアプリの画面になります。右下のマイスペースをタップして、マイスライシズをタップします。そして右側のアップロードをタップすると、先ほどパソコン側からアップロードした G コードファイルが出てきます。こちらの下にあるプリントをタップすると、3D プリンターを選択する画面が出てきますので、こちらでサームーン V1 Pro をタップします。このような注意書きが出てきますが、コンファームをタップします。すると画面が切り替わり、 3D プリンターがスライスした G コードファイルのダウンロードを開始します。ちょっと時間かかるんですけれども、そのまま待ちます。 G コードファイルのダウンロードが終わり、 3D プリンター側でのロードが終わると、ホットベッドとノズルの温度が設定した値に上昇していきます。ノズルとベッドの温度が設定値まで上昇すると印刷が始まります。アプリ上には経過時間と残り時間が表示されているんですが、以前試した時は残り時間があんまり正確じゃなかった感じがしました。具体的にはリメイニングタイムが残り1秒になっているのに、印刷自体はまだ 90% ぐらいのところだったっていう感じです。この辺の数字は目安程度に考えておきましょう。ちなみに右上のカメラボタンをタップすると、
印刷中の様子をリアルタイムに確認することができます。それでは印刷が終わるまで待ちたいと思います。印刷が完了するとこのような画面になります。というわけで無事に印刷が終わりました。早速剥がしてみましょう。少し荒れてる部分があるので調整は必要そうですけれども、この辺の船のオーバーハングしてるあたりはすごい綺麗に出ています。 TPU で印刷するとこのように柔らかい造形物ができるので面白いですね。今回は 3D ベンチを印刷しましたけれども、 TPU の特性に合わせたモデルを作れると作品の幅が広がりそうですね。ということで今回はサームーン V1 Pro の Wi-Fi 機能を使ってネットワーク経由で印刷をしてみました。結果としては現状ではパソコン単体ではネットワーク経由での印刷ができず、スマホアプリを併用する必要があることが分かりました。パソコン単体で印刷までできるようになれば便利なんですけどね。こればかりは機能が追加されるのを待つしかありませんね。機能が追加されたら追って動画にしたいと思います。また今回 TPU での印刷をしましたが、やっぱり柔らかい造形物が作れるっていうのは面白いですね。サームーン V1 Pro はダイレクトエクストルーダーなので、このような柔らかい素材も扱うことができるようになっています。今後 TPU の柔らかい特性を生かしたものを作ってみたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。